埼玉県鍼灸師会第2回の学術講習会、伝統鍼灸の、講演さんの講師のご紹介をさせていただきます。埼玉県鍼灸師会学術委員会の菊池と申します。本日は藤本先生との学術講演会直前対談をさせていただきます。藤本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは講師の藤本先生のご略歴をご紹介させていただきます。少しスライドをご用意いたしましたのでお待ちください。それでは先生をご紹介していただきます。藤本先生は、1970年に、藤本家14代、歴史ある藤本家にお生まれになりまして、藤本蓮風先生のご次男として、出生されております。1991年には近畿大学の農学部水産学科ということで、狩りという共通点がありますけれども、そういう釣りですとか、こっちの針も、どっちの針もすごく名人ということでお聞きしました。いえいえ、好きなだけです。いやでも共通したところがきっと終わりなんでしょうね。こう見えないところというか、そこはもちろんありますね。で同年ですね、大阪鍼灸専門学校に入学され、北鍼会に入会されております。1994年針師灸師取得されて、大阪の和泉市にて藤本源主導を開院されております。2005年、扇町の漢方クリニック設立に関わり、学術責任者として多くの鍼灸師を育成されております。10年間、すごいですよね。2013年、兵庫県西宮市にて伝統鍼灸原主導向川分院を開院されて、2019年3月には、現在の分院長の先生に、引き渡されているということでお聞きしております。2014年には、15世ということで、藤本伝四郎新風先生ということでお名前を改められているということで、2018年には、一社北進会の代表理事に就任されております。素晴らしいです。2018年10月、大阪市にて鍼灸原主導ブリーゼインを開院され、2020年現在には、鍼灸藤本原主導院長、鍼灸原主導ブリーゼイン院長、一社北進会の理事、学術副部長、聖講師、日本伝統鍼灸学会評議員、等々ですね、役職も多くなされておりまして、執筆活動も新しい鍼灸診療ですとか、北進会方式の、本を執筆されております。このように、教育に、臨床に、日々、ご活躍な藤本先生に今日は、お話を聞かせていただけるということで、大変楽しみにしております。藤本先生は非常に有名な先生でございますので、いえいえ、ご略歴の方はこれぐらいにさせていただきまして、藤本先生は趣味が釣りと音楽ということなんですけど、釣りはどんな釣りをされるんでしょうか？いや、そうですね、釣りは何でも好きなんですけども、大体海の船でですね、船に乗って釣りをするという感じです。というのも、
防波堤や磯だとこの時間が決められなくて、はい、船だと時間が決まってますのでね。あ、スケジュールがタイトです、ね、そうです、そうです。出ないで延々とやってしまいますので。なるほど。音楽はすごくあれですかね、あの楽器とかも演奏されるというのをお聞きしてるんですけれども。そうですね、あの もう今はしてないですけれども、はい、そうですね、20代開業してからもライブハウスに出たりとか、あ、で担当はまあベースをしてたんですけどね、もう今は、ね、やっぱり指先が痛むのでもう全く触ってないですね。リズム感が大事なんですかね。あの、まあ、よく似てるところもあるなとい う, というふうには感じますね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、なんか藤本先生の少しあのプライベートの話も聞けてすごく、嬉しいです。で、まあ、今回 の,、まあ、あの伝統神灸ということで、まあ、サンニム先生にお話しいただくんですが、まあ、伝統神灸とこう言ってもいろいろな、まあ、流派がございまして、まあ、先生の、神会方式、知らない先生ってほとんどいらっしゃらないかなと思うんですけれども、名前は知ってるけれども、まあ、本当はどういうところなんだろうっていうところまではなかなか知らない先生ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、先生の神会方式の特徴についてちょっと簡単にお話しいただいてもよろしいでしょうか。わかりました。まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、まず特徴としてはですね、基本一血とする少数神ですね、そして地神を中心とするというところが特徴かなと思います。で、それから、理論基礎を現代中医学に置いているということ。で、また、現代中学に基礎を置いてますので、指針合算というものを行いますが、その中でも丁寧な問診をするということ、非常に時間をかけて、初診では90分ぐらいはかけて行います。また、日本古来の古流神灸であるとか、統一家が行ってきた体表観察というのを、まあ、再現、臨床応用して行っております。そんな感じですかね、大雑把に言えば。まあ、そういった形で、鮮血までされるということで、針の特徴みたいなのっていうのは、まあ道具といったらあれなんでしょうか、何か特徴みたいなところってあるんでしょうか。そうですね、私どもが行う、臨床では、まあ、8割がだいたい合診での治療なんですけども、あとは打診術あるいは古代診といわれる接触診を用います。で、合診において特徴というのは、そうですね、まあ、丁寧に体表観察を行ってそこに、まあ、一本の針をするわけですけども、その血腫におけるその気の動きですね、それに、合わせて、処置するために、あえて感心法を用いずにですね、投入心法というたわむ入る心法ということで、その針を、ね、近づける段階からその液の反応を感じ取って、針のしなりを利用して、スッと侵入する、これが特徴ですね。で、また打診術というのは皆さんご存知の振動秘訣集無分流だ、腹部打診術の応用なんですけども、発掘当初は先代藤本蓮風らがですね、その侵入する針として実際行ってきた経緯があるんですけども、現代日本人には合わないなということで、だんだんに太い針になってきて、今では先が丸くてね、侵入しないコーダのによる振動だけで効かせるような針になってきてます。こんな感じなんですけども、見えますかね、こういう感じですね。こういう感じで、行います。で、もう一つ最後にその古代神というのがあるんですけども、満場漢方、正漢方といったのがいいんですかね、
劉備玄徳の先祖と言われる劉師匠という方、当然劉邦の子孫ですけども、その方のお墓から見つかった金身銀身というのがあるんですけども、そのレプリカを日本に持ち帰って、刺さない針で臨床応用してきた結果、侵入しなくても十分効果がある、ある特殊な状況において、効果が得やすいということが分かってきて、現在会員は皆用いております。こんな針なんですけどもね、これはステンレス製です。金芯銀芯もあるんですけども、今は歩法であっても斜法であってもこのステンレス芯を用いております。ありがとうございます。僕も三国志大好きなんで、今ちょっと、劉備っていうところでも。はい。あ、でも、非常に分かりやすく、まあ、三つの、針を、まあ、いろいろと使い分けると、まあ、そんな話もお聞きできるのかなと思って、楽しみに。はい、ちょっと最後にですね、やっぱり深海方式さんの、やり方っていうのは、すごくこう、やっぱり、難しいイメージが、やっぱりありまして、大体一人で、一人の患者さんを、まあ、それなりに見れるぞと、まあ、開業できそうだぞというところの、まあ、大体のちょっとした目安みたいのってございますか？何年ぐらいですね。そうですね。年を追うごとに、この、私も携わってきましたし、はい、現在は育成運営部というものがあるんですけども、そのメンバーがよく頑張ってくれて、講師の育成、が非常に進んでおります。で、そのことによって、まあ、会員さんにお伝え仕方が非常に、スマートになってきてるし、分かりやすくなってきて、人によればですね、3年、真剣に取り組めば、まずは患者さん見れるようになるかなっていうような風にはなってきておりますね。もちろん個人差はありますけども、きちんと真面目に取り組めばそのぐらいで、まずは見れる。で、実際その段階においてですね、自身が行った一本の針、これがどれだけ効果があったのかを検証できるし、より良い効果を出すためにどのようにやるべきか考察ができて、反省ができて、前に進むことができるというふうになるというふうに見ております。まあ、先生のホームページでも、良くなっても悪くなっても、なんで良くなったか、なんで悪かったのか、まあ、良くならなかったのかっていうのを、まあ、必ず、まあ、確認しなさいと、まあ、そういったことがこう積み重なって、患者さんを見れるようになるよというような形で、まあ、一生勉強じゃないですけど、まあ、それでこう見れるようになってから、またこうブラッシュアップしていくような感じ。そういう感じですね。はい、まさしくそうです。ありがとうございます。まあ、本当に今日はお忙しい中、まあ、講演、講習会の前に、このようなお話をいただきまして、まあ、実際の講習会すごく楽しみになってまいりました。本当に期待して、まあ、私が一番楽しみにしてるじゃないかとありがとうございます。まあ、こういったこうコロナの影響もありますけれども、オンラインセミナーでも開催可能ですので、まあ、ぜひですね、先生方、たくさん参加していただきまして、まあ、新旧会が、まあ、よりレベルアップできるような講習会にしてまいりますので、ぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。振本先生、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。